出演メンバーになります。レッドリストになります。この中でメロンソーダについてはイレギュラーなことがありやむなくなくなりました。カンパテーションファンシーを見ていただきました。どうでしたか？ミニ大学アイドル研究会ライクです。今から一人ずつ自己紹介をしていきたいと思います。イエーイ。じゃあメラ君、はい、6期生ミント担当のメラです。よろしくお願いします。メラは、はい、6期生黄緑担当のアカリンです。よろしくお願いします。アカリン、はい、ライク4期生ホワイト担当キャサリンです。よろしくお願いします。6期生雪見いちご担当まゆです。よろしくお願いします。ということでね、本日はこの4人でお送りさせていただこうと思うのですが、今回のイベントはですね、今年度最初のイベントとなっております。新体制ライクなんですけど、ちょっとなんか4人しかいないなみたいな。他にもっとライクたくさんいるんですけどね、今日はちょっと予定があるのが4人だったっていう、まあ、ただね4人なんですけど、1人ずつ今年度の抱負なんかね、抱負なんかをね、ちょっと発表していこうかなと思います。誰からいきましょう。やっぱここはアカリンじゃない？リーダー？リーダー？あれ？はい、そうですね、あの自分で言っといてなんなんですが、何も考えてなかった、やばいね、頑張れ。ですね、今年度あのライクのリーダーになせていただきまして、そうですね、やっぱライクは皆さんにね、楽しいをねお届けできるグループかなと思っておりますね。今日はちょっとね、どっちかっていうと可愛いをお届けしようかなと思ってるんですけど、まあ、基本的にはね、まあ、楽しいライクをお届けしたいなと思っておりますので、まあ、今年度も変わらずね、楽しくてあの大騒ぎなねライクを皆さんにお届けできたらなと思っております。イエーイ、イエーイ頑張ります。続いて誰がいい？あ、緑でいきますか。はい、はい、実はサークル入って今日が初イベントです。イエーイありがとうございます。今年度は、昨年度は大会しか出演できなかったので、今年度はこういうイベントにもたくさん出演していきたいなと思っています。よろしくお願いします。頑張る。誰がいい？いや、私にはちょっと嫌。私は、今年度が、最後なので、ちょっとできる限り就活とかもあるとは思うんですけど、ちょっと頑張っておばさんなりに参加しようと思います。よろしくお願いいたします。はい、失礼します。大学4期生4年生ホワイト担当キャサリンです。いつの間にか4年生になってしまいました。動画を見てる方もいらっしゃると思いますので、いつも通りよろしくお願いします。はい、はい、いつも通りね、やっぱいつも通りが一番ですよね。いつも通りまあね、あの退化しないように、そう、退化しないように進化だけはできるように頑張ります。お願いします。行きましょう。ということでね、そろそろ行きたいんですけど、実は今回の瀬戸にね、そう、瀬戸についてお話ししようかなとも思っていまして、なんかね、ツイッターの方でセットリストを、発表させていただいたんですけど、なんかいつもとライク雰囲気違くない？みたいな、なんか衣装がカラフルじゃなくない？みたいな、なんかこのおばさん黄緑着てないなみたいなのがあると思うんですけど、実はね、今回メラちゃんが初めてのイベントっていうこともあって、ちょっと可愛いライクで攻めてみようかなと思っておりますので、まあちょっと、まあ、実は平均年齢が、まあ、ちょっと高いって言えば高い気もするんですけど、可愛いライクをでやっていきたいと思いますね。ねできるもんね、ライク可愛いもできますもんね。できる、2年ぶりにこれしたけど
できる、できます。中国で5期のお披露目以来なんですけど、ちょっと緊張してんだけど、多分可愛いライクできると思うので、皆さんぜひね、可愛いライクを見ていってください。ということでね、続いての曲に行きたいと思います。お願いします。次も可愛いよ。いちごバナナアポメロンチェリーオレンジキウイピーチアボカドめぐめがあってピンときたのよ
曲が入っておりませんね、今回はなしということで、本当すみません、ね、楽しみにされてる方ね、もうね、アイドルだってやめちゃうのにね、可愛い曲なんですけど、本当できなくて残念なんですけど、ね、またの機会にね、また4人でやりたいなと思うのでね、いつかわかんないですけど、いつかわかんないけども、ま、でもちょっとやりたいなと思っているので、いつかのいつかを楽しみに待っていてください、お願いします、ね、ということで最後の曲いきましょう。2021年4月11日日曜日、新宿グラムシュタインで開催されました SGR 感謝祭のタイムテーブルになります。ライクさんは12時10分出演を予定されていらっしゃいました。また出演チームは2チームということもあり、ステージの使用時間が通常よりも30分長く設定という内容になっていらっしゃいました。